ZDF 本部第2ドイツテレビはドイツのラインラントップファルツ州の州都マインズを本拠地としている公共放送局。略称は ZDF。ZDF は系列局を複数抱える ARD とは違い、全国を一社でカバーしている。ドイツ国内すべての連邦州による合同契約の下、独立非 AD の公社として運営されている。 アメリカなどのようなテレビネットワークと違い、ZDF はドイツの至るところにある大規模な送信ネットワークを用い、一つの信号を全国へ再送信している。この送信ネットワークは T システムによって運営されている。ドイツには公共放送が複数存在する。全国放送を行っているのは ARD と ZDF である。受信料は一括して徴収される。 また広告放送も実施しているが、広告収入の占める割合は低く、ZDF では総収入の8%ほどである。ZDF は西ドイツフランクフルト近郊の町エシュボルンで1963年4月1日に開局、1967年にカラー放送を開始した。その後、本拠地はビースバーデンを経て、1974年にマインツへ移転した。 日本の TBS と1995年に業務提携を締結しており、ZDF 東京支局は東京都港区赤坂の TBS 放送センター内にあったが狭かったため2011年からドイツ文化会館に移った。また看板ニュース番組ホイテが NHKBS1 の番組ワールドニュースやキャッチ、世界の視点で放送されている。ZDF は ドイツ全土をカバーしているため各州に支局を設けている。また海外にも17の支局を置いている。ありがとうございます。